Hi everyone, it's Taika. Welcome to Tokutoi Store Kotetsu Japan Secret Base. Thank you for watching. If you didn't, please subscribe to my channel. だいぶ時間が過ぎちゃいましたけど、ようやくパワーレンジャーダイノフューリーを4話まで見ることができました。たまたまね、友達がビデオを持ってまして、なんかね、結構評判がいいっていうのは聞いてて、アメリカの方で。なので、期待はしてたんですけど、まあ毎度のごとく日本ってパワーレンジャー基本見れないので、評判いいけど見れないなーと思いながら、ちょっと残念だなーと思ってたんですけど、ようやく今回見ることができまして。ということで、今日の動画のトピックは、How Japanese Tok fan react to Power Ranger Dino Fury? I'll talk about this topic today. まず動画を始める前に、僕全部のパワーレンジャーシリーズはまだ見てません。恐竜モチーフのパワーレンジャーは初代以外知らないです。ダイノサンダーとダイノチャージかは見てないんですよまだ。なのでそこら辺との比較はできません。日本のシリーズは全部見てますから、そっちとの比較をやろうかなと思います。で、まず率直に4話までの感想としては、面白かったです。僕、ビーストモーファーは見てたんですけど、ビーストモーファーよりも、正直、最初の印象がいいですね。いや、ビーストモーファーも結構好きだったんですけど、なんだろうね、世界観が入りやすかったのかな。キャラも、僕、どっちかっていうと、ダイノフューリーのキャラの方が結構好きですね。なんか、個性が結構あっていいなと思って、グリーンが特にいいキャラしてるなと思いました。すごい衝撃を受けたのが、グリーンレンジャーが変身した時に、スカートを破ったところ。あそこはちょっと衝撃でしたね。前にどっかの動画で言ったと思うんですけど、日本人からすると、女性戦士なのに、スカートがないっていうのが、違和感あったんですよ。もともとスーパー戦隊で女性戦士で確実にスカートを履いてるのがほとんどなので、今回は竜装グリーンが女性なんだなっていうのは、まあ色的にそうだろうなとは思ってたんですけど、でも最初スカート履いて出てきた時に、あ、今年スカートあるんだって思ったんですよ。そしたら、いらないわ、みたいな感じでビリーって破いちゃって、あれ衝撃でしたね。あれでも多分パワーレンジャー見てた人からしても衝撃なんじゃないですかね。過去ってああいうのないですよね、多分。いやー、あそこのシーンでね、もう一気に引き込まれましたね。もうそれのおかげで、もうグリーンレンジャー一番好きですもんね。3話ぐらいまではレッドレンジャーが好きだったんですけど、もう4話の段階ではもうグリーンレンジャーが一番好きですね、今のところ。あのキャラクターがすごくいいなと思った。で、次に、設定の方。竜装ジャー自体も結構 SF 色はあったんですけど、それ以上に SF のテイストがすごく強くなったなっていうふうに思いましたね。ただ、すみません、僕が全シリーズ見てないからかもしれないんですけど、モーフィンマスターズでしたっけ？彼らの存在が僕ちょっとよくわかんなかったんですけど、なんか聞いたら、コミック版のパワーレンジャーに出てた人たちなのかな？なのでそこはちょっとよくわかんなかったんですけど、外装具がもう完全に敵として出る感じなんですね、あれは。またそこも完全に設定変えてきたんだなと思う。僕にとってですけど、外装具って竜装ジャーの中だともう完全に7番目の戦士じゃないですか。なので、もう完全に敵として扱うっていうのは潔いなと思いつつ、でもうまく竜装ジャーとのこう、差別化をしようとしてるっていうところはすごく好感を持てましたね。今後だから彼がどういう風になっていくのかっていうのが気になるところではありますね。で、4話の段階だと、まだそんなにこの、なんだろう、戦闘シーンがあんまりあるわけではないんですけど、結構この変身前の個々のキャラクターをうまく、なんだろう、設定を活かせてる戦い方をするんだなと思ったので、その部分もすごく僕は面白いなと思ったところで。まあやっぱりキャラクターでセッティングで、あと物語。この3つがね、すごくバランスいいなと思いました、ダイノフューリーは。まあクレヨンはクレヨンのままなんだなと思いましたけど、結構僕敵キャラでワイズルとクレヨンのコンビ好きだったんで、竜装ジャーで。あの2人がね、ダイノフューリーだからとどんな風なキャラとして成り立つのかがすごく気になりましたね。すごく今後の展開に期待したところですね。ということで、今日の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。